ダッシュは、新保雄祐一の長編小説。東京中日スポーツ他に、夢の工房のタイトルで1994年11月7日から1995年8月2日まで連載されたものを、過失訂正、解題し、講談社から1996年8月に単行本として発表された。友人が作った1260万円の借金を返すため、 偽札作りに挑む、主人公を描く。新聞連載版と単行本化されたものとでは、話が変わっている。全三部構成で、各部ごとに、主人公の名前が変わっている。手塚道郎、22歳。無職。友人の西島正人がヤクザにはめられ作ってしまった1260万円の借金を返済するために、二人は偽札作りに挑む。ATM から、 紙幣判別機を奪取し、機械にのみ通用する偽札を作り上げるが、その一部始終をヤクザに嗅ぎつかれてしまう。途中で知り合った水田光一という老人に道郎は助けられるが、正人を警察に売る。裏の手段で、穂坂ひという名前に変えた道郎は、水田とその知り合いの女子中学生、幸代に本格的な偽札作りのノウハウを教え込まれる。 印刷会社に就職した人氏は、偽札作りを進めていくうち、幸雄の印刷会社の乗っ取りや突如消えた水田の消息に、マサトの借金相手のヤクザが関わっていることを知る。ヤクザとの受け渡しの際、水田の救出に失敗する。再び名前を変えた、鶴見良介こと道郎は、刑期を終えた、真鍋広秀ことマサト、大学に進学した幸雄と再会し、共に、 テ都ト銀行と東立工業への復讐を誓い、完璧な偽札を作る。著者の辛抱有一を絡めたエピソードが収録されている。ありがとうございます。